はい、ありがとうございます。これちょっとね、あの中之島は斜めに撮ってるんですけど、実はこうね、上にドームの、ね、屋根になってるという、今日はお天気もいいので綺麗な感じで、ね、そうですよね。意外にあの斜めからこう見たことがあんまりなかったので、実は上こんなになってるんだなっていうのがよく分かります。ちょっと隠れておりますが、ね、中之島図書館のシンボル的なドームになっています。ね、そうですよね。実はこの正面をいつもね、こうすごいなと思って見るんですけど、はい、やっぱり正面から見てもらったら、その大きな建物が入るので、そうですよね。実は斜めからもすごい、ね、美しい姿が見えます。そうですよね。こちら中之島図書館ですね、はい、明治37年、1904年に建った建物になります、はい、当時からそのまま建物がずっと残っております。すごいですね、はい、石造りになっておりまして、当時ね、最高級の岡山の花崗岩をふんだんに使用された。そうなんですね、はい、すごいか、はい、はい、このままもう、はい、入って、これもうだから国の重要文化財には、昭和49年、はい、最初は大阪図書館として運営スタートしておりますが、重要文化財になったタイミングでですね、このエリアのお名前を頂戴しまして、大阪府立中之島図書館と名称が変わっております。すごいな、島図書館、中央ホール、そうですね、2階ですね、ここはね、はい、ここが2階の中央ホールになっております。すごいですね。外の外観はギリシャ神殿のモチーフになっております、はい、なるほど、素晴らしい、採用されていると聞いております。すごいですよね、なんか重厚な感じが、そうですね、ね、はい、こちらにパネルがございまして、はい、次、はい、はこちら中之島図書館の重要人物たちの、はい、お写真とプロフィールもそれぞれございますが、一番上はやはりこの図書館を寄付してくださった住友家の住友吉左衛門智仁氏の、はいはい、写真とプロフィールがございます。この方実は住友家の方ではなくて、実は、天皇家とゆかりある西園寺家の方、住友家の方じゃないんですね。あ、それは僕知らなかったですね。当時住友家に跡取りになる男性がちょうどいらっしゃらないということで、はい、天皇家からゆかりのある由緒正しい西園寺家からご養子に入られまして、そうなんですね、はい、住友家のお嬢さんと結婚なさって15代目をお継ぎになられた方です。なるほど、はい、歴史の教科書に載ってました西園寺金持さん、はいはいはい、彼の一番下の弟さんに当たる方なんですね。そうなんですね、西園寺金持の弟さんなんだ、すごいな。彼がですね、西園寺金持氏と海外視察でいろんなところを回られている時にですね、現地のお金持ちが、なるほど、地元にこう美術館を建てて寄付したり、博物館を建てたりですね、慈善、うんうん、活動をしていることを知りまして、うんうんうん、ちょっとそれに感銘を受けてらしたそうなんですが、帰国されたタイミングで大阪府が図書館を建てる計画があることを知りまして、では建てて寄付しましたと申し出くださいまして、はい、建設費用に約15万円と、それ以外に本の購入基金を5万円、はい、合計20万円というような大金をポンと使ってくださいました。現在のお金に換算して約30億、約40億ぐらいの大きなお金をポンと大阪府民のためにと使っていただきました。昔のこう、ね、金持ちというかこう得のある方のお金の使い方がね、半端ないですよね、はい、慈善活動とね、すごいですね。隣のね、パネルには献款寄付機が、献款寄付機ですね、これですね、建物と一緒に、その時に吉左衛門氏の言葉を残したレリーフを一緒に頂戴しました。そうですね、だから あそこってことですね。そうなんです、現物があそこに、ちょっとなかなかね、ちゃんと読めるかなって。そうですよね。近くまで見に行きました。あ、下にある横に長い方が、はいはい、あ、こっちですね。完了した時に建物を増築された時に建物と一緒に建てられた寄付金。増築の時のこっちは。で、上の真近くの部分が本館設立された時に頂戴しました。これは築の時にということですね。こちらの建
短文で約5文字ぐらいこちらに伝えると、はい、そうな仕事言葉が残っておりますが、はい、簡単に要約しますと、大阪は商業も栄え、人口もたくさんいるので、まだ図書館がないので、不足ながら貢献したいというような言葉が素晴らしい。当時東京や京都にもすでに図書館が運営がしたあったんですね。京都ももうあったんですか。あ、なるほど。大阪にはまだ図書館がなくて、大都会大阪にないのはいかがなものかと、再びそういうふうなことを申していただいております。じゃあ1904年より前に京都にはもうあったってことなんですね。そうです。京都の府立図書館さんをもうちょっと早くスタートしてくださって、なるほどね。こちらがちょっと後だったんです。素晴らしい。とても大きくて、一文字が手のひらサイズぐらい。すごいですよね。とっても大きな。すごいですよね。ありがとうございます。週刊記付近の両脇には2体の銅像が立っております。こちらが、はい、大物だの女性で、はい、人間の野生的なものを表現されたもちろん、ここに意味が入って、野心像ですね。はい、そうですね、野心像対極に向こうにいますのが、はい、本にこう眼差しを向けて寄せ物にしている、こっちですね。神とか分身像という人間の知性的なものを表現されております。知性の部分とこうなんか野生の部分でっていう、すごいですね。さんですね。こうですね。すごく、なかなかこの図書館に来ますけど、こうまじまじとこうね、見ることがないので、改めて見ると知っていただきたいところなんですが、これはこれだけで素晴らしい作品っていうかね。そうですよね。これだけのものをやはり大阪のみんな見れるところに設置されているので、すごいですよね。当時の方はい、名前の入った時計が実は8箇所。ああ、はいはいはい、観光と書いてますよね。そうなんです。菅原の道の銀行の名前ですね。実は当時の哲学者の、はい、井上哲次郎さんという方が、はい、世界中の天才8人を選んできまして、その天才たちがこの図書館を見守っているというコンセプトで名前の切手が入っております。観光にこれ孔子とかね、はい、これは見えない、これどうなってるかな。ソクラです。これソクラ、これどっちから読むんですか、これ。右から、左からですか。右から読めない。ソクラです。お隣がアリストテレス。あ、そうか、アリストテレス。これ難しい。お隣シェイクスピアさんね。これは分かるな。シェイクスピア来て関東、ゲーテなんですね。あ、これは分かるな。これはダーウィンですね。なるほど。その分野も違う、そういう8人で、なんかこうまさに図書館でそのいろんなものが、知の伝統としてね、天才たちが守っているというコンセプトでたまっております。なるほど。そう聞くとなんか厳粛な、そうですね。ね、図書館ってよくない眠りしてたりもしますけどね、そこ絶対絶対したらダメよっていう気になってきますね。見守っているので、見守っているので、そうですね。いや、そうですよね。素晴らしい。哲学の人とか哲人って言って、はい、8人いるので、はい、我々は8鉄。8鉄。はい、読んでおります。いやー、すごいですね。ゴールだけでも細やかな装飾がたくさん使われてて、ね、すごいですよね。はい、これ上もだからこの当時のこのままなんですか。そうですね、当時のまま、修復がされているところもあるんですけども、基本的にそのまま出ておりますので、ね、だからメンテナンスというか、そういうのがすごい気をも使うし、そうですね、でもすぐには修復作業入れないので、なかなかね、できないんですけども、ね、すごいですね、綺麗だと思います。だから、たった120年近いんですよね、もうね。そうですね、ね、1904年なんで、すごいですよね。記念室に、はい、記念室に、はい、
ここは別に普段来ても普通にフラット、ね、入っていけるってことですよね。こちらのお部屋入っていただくと、はい、大きな窓が上に、はい、特に目立つかなと思いますが、はい、扇形の窓になっております。いいです。はい、今度は大阪の要人たちが大阪の未来についてこう語り合う会議をなさったり、はい、昔適塾が適塾が、はい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 、勉強会に使われる。敵塾の勉強会をここでやったんですか。すでに敵塾はなかったんですけども、はい、ゆかりの通信校残ってたために、周りに今でいう理系男子という方がたくさんいらっしゃって、理系団がここで、はい、ここでこう勉強会に使われたりとか、公の場として活用されるために使っていただいたお部屋です。だからなんかサロンというか、その知的な、ね、そういう場っていうことですよね。中之島図書館にはすごい素敵なものがたくさんあるんですが、意外と皆さんは知られない方が多いので、毎週土曜日には館内ガイドツアーを開催しております、はい、ぜひご参加いただけたらと思います。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。